せーの、やーともかほです。愛できることはまだあるかということで、皆さん天気の子見ましたか？見ましたか？見ました。見たよ。今日は何をするかと言いますと、天気の子に出てくるヒロインのひなちゃんって子がいるんですけど、その子が作るご飯がね、美味しそうだったんだよ。美味しそうなんだよ。そう、しかもめちゃめちゃ簡単そうで、うん、結構低コストで簡単で美味しそうなご飯をそのひなちゃんが作ってたんですよ。そう。で、あれ美味しそうだなっていう話をしてたんだけど、うん、昨日ツイッターを見てたら、天気の子公式が、うん、そのレシピをあげてて。びっくりだね。そう。そのひなちゃんのご飯を。うん、そりゃあ作るしかないだろうっていう。うん、ね、やってみたい。そう、ポテチチャーハン、ベビースターサラダ、なんか簡単なスープ、あとはついでにローソンのコラボメニューも買ってきたので、やったー、それも一緒に食べていきたいと思います。はい、それでは皆さんご一緒に、始まり始まり。材料の説明お願いします。まずチャーハンの材料から。ポテチのり塩、生姜、玉ねぎ、豆苗、鶏ガラスープ、卵、ごま油、醤油。続いてサラダの具材です。チキンラーメン、適当なサラダ、ミニトマト、そして最後にスープの材料、こういうネギとこいつです。以上3品を作ります。今日は豪華。じゃあまずチャーハンから。今日作るのは1人前です。はい、では玉ねぎ4分の1個をこっぱ切りしてください。よいしょ。どんぐらいの粗さですか？それよりは弱い。弱い。強い弱いな。はい、玉ねぎのこっぱ切りの完成です。はい、お次は豆苗を豆苗だから4分の1パック。4分の 1？ うん、パック。うん、うわー、2センチ幅ぐらいにお願いします。2センチってこんぐらいですか？どんぐらいですか、2センチ？え、ここか、ここかの、この爪から爪が1センチぐらい。え？よいしょ。よいしょ。はい、豆苗の切りが終わりました。はい。ではお次はですね。はい。生姜をすりおろしてください。はい。小さじ1分ぐらい。はい。はい、じゃあまず生姜をすりおろすときはこうやって、こうやって皮むくらしいよ、こうやって。スプーンでね。うん。ほら、意外とほら、こうやって。むけんだわ。できるだけ薄くむいて、むけた方がいいんだって。そうなのかい。うん。はい、じゃあすりおろしますよ。はい、ごいごいと。はーい。はい、すりおろし生姜の完成です。OK。もうね、調理終了です、ね。終わりですか。焼いちゃいますよ。はい、ではまず、ごま油大さじ1。はーい、大さじ1ですね。うん、大さじ1と。うん、はい、たらりんちょと。はい、次は？そしたら、おろし生姜を入れて、うん。ここね、匂いをいい感じにするらしい。立たせるみたいな？いきますよ。うん。はい、ポーン。うわぁ、怖い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 。跳ねるよー。うわぁ、危なーい。生姜の香りが立った？立ったことにしよう。そしたら、はい。玉ねぎを入れまして。はい、玉ねぎ入れまして。混ぜ混ぜ。はい、はい、炒めますよ。はい、こんぐらいしんなりしましたよ。したら、うん、ご飯を入れます。はい、で 200g って書いてあって、だいたいこれが1合でこれが多い、うん、今日全部入れます。入れます。はい、いくよ。どうぞ。ドカーン。それと同時に、うん、豆苗半分、豆苗ね、その豆苗を半分、半分です。半分は最後に飾りですか？はい、 OK。ここと同時に醤油小さじ1。はい、たらっと入れて、うん、いいね。で、あとは鶏ガラスープの素小さじ1/2。はい、小さじ1/2。はい、はい、パラッと入れて混ぜてください。いい感じじゃない？ちょっとパラパラになんだね、意外と。ちゃんと、意外とパラパラになりました。あ、ちょっといっぱいこぼれた。はい、いいかな。オッケー。はーい、はい、じゃあこうやって炒めたら、うん、最後にポテチ 15g を砕きながら入れて混ぜ合わせます。はーい。いくよ、いくよ。いいな。おー、そういう感じ？そういう感じ。だよね。いいねー。すごい、この手がすごいよ。海苔塩だ。海苔塩の香り。手やらないとダメですね。ベタベタですね。おー、いいね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 。うわ、美味しいぞ、これ。さっとやってくらい。さっとね。あ、もういいんじゃない？これいいか。うん、パリパリを保ちたい。はい、じゃあこういう風にお椀に盛って、ここに
こう被せて。せーの。おお最後は、ここにくぼみをこう。あ、やばい。崩れる。豆苗をここにパラパラーっと。で、ここで最後にこの真ん中に卵を乗せるんですけど、余った卵白はスープに使うので、残しておいてください。できるかな、うまく。卵の無駄遣いはしないでくださいよ。はーい。いきますよー。あ！どうやって出すはい、おいでおいでこれで出たかな、全部。いくよせーの。あ、いいじゃん、いいじゃん。はーい、完成！美味しそう。美味しそうだね。すいません、間違えました。豆苗ここでした。はい、次にスープ作成をしていきましょう。はい、ここはもうね、適当です。うん、鶏ガラスープを入れちゃえばスープはできるので、うん、このうん、お好みの濃さにして、先ほどの余りの卵白ですね。どうぞ。はい、どうぞ。こんにちは。はい、サラサラサラーと。すいません、すいません。おー、白い。おー。これでいいのか。はい、これでスープ完成でーす。はい、完成せっせーい。余裕のよっちゃんでーす。はい。最後サラダです。はーい、このサラダを使っちゃえば一瞬です。一瞬です。適当にサラダを持ってトマトを半分に切って盛り付けます。はいっと、はいっと、で周りにね散らばして、はいはい、で最後に、最後にメインディッシュですね。最後にこのチキンラーメンを砕き入れます。やべやべやべ、うおー、これだった、これだった、これだったね、これだったわ。サラダ完成。はい、完成。じゃあ食べますか。はい、それでは、はい、いただきます。あ、ネギ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 何言わない、何何回も言わない。ネギネギ、せーの、いただきます。じゃあ汁から飲もうかな。どうしようかな。おー、いいね、白いね、白い、うん、うん、優しい味ですね。優しい味ですよ。卵白だけで入れたの初めてなんだ。確かに。美味しいね、卵白だけの。うん。うん、ネギがいいね。美味しい。チャーハン行きましょう。チャーハン行きましょう。はい、じゃあ卵崩しますね。はい。いくよ。上手にね。せーの。パーカーン。おぉ。たらーん。ねえ。お、ほらほら。手動。だって無理だったんだもん。いいじゃん、美味しそう。美味しそう。うん。いや、でも美味しいんじゃない？これ。なんかポテチに巡り合えてない。ちょっと追いポテチしよっか。うん、あ、でも後からすごいポテチの風味が来るかも。うんね、するよね、うん、後味美味しくない。あ、うん、美味しいね。うん、ジャンク感があるね。うん、豆苗がなかったらね、なんか豆苗ね、うん、ダメだったわ。なんかだんだん美味しくなってくる、うん、なんか後味が美味しいよね、うん。じゃあ次サラダ食べまーす、はい。色味はいい感じだよ。うん、色味はね。だからこれ何のドレッシングもかかってないもんね。味付けがこのベビースターだけでもね。いただきまーす。いただきます。まあまあね。うん。意外とそんな味薄くないわ。うん。でベビースターちょっと味濃いんだね。ね。なんかサラダ食ってる感覚じゃないわ。これはまあまあですね。うん。じゃあお次に。最初に話したローソンのコラボ商品。はーい。まず一つ目、唐揚げくんのテル焼きチキン味。おー。テルってこのね、晴れるの、ね、日照りのね、飴色レモネード、ナタデココ入り。いいね、ナタデココが入ってますね。はい、最後、ひなのお気に入りショートケーキ。唐揚げくん食べてみたいな。うん。ちょっと濃いめだね、色が。おいしい。おいしい。おいしいね。うん。パッケージが可愛い、見て。本当だ。ね、見てすごい。なんていうのこれ、唐揚げくん鳥が。雲になってる待ってーって、ね、みなちゃんが丸丸、さすがローソン。続いて飲み物です。これね、パッケージがね、何種類かあった。うん、さっぱり、おいしい、おいしい、レモネードだ。本当だ、なんかすごいこんぐらいの細かいナタデココがいっぱい入ってる、ね。うん、タピオカみたいに。うん、飴色だからさ、うん、甘い色なんじゃない。え、マジ、どこどこどこ、あ、ほらー、本当だ、すごい、すげー、ほら、きれい、青いよ、青い、なんでこのパッケージじゃ、言われてみれば、言われてみれば、ちゃんと透明なとこ開いて、ね、あったわ。はい、最後、お気に入りのショートケーキです。美味しそう。中にイチゴの、中にもイチゴが、ほら、こういう風にソースが入ってる。うん、美味しい、美味しい、スポンジがね、柔らかい。はい、というわけで今回は天気の子飯を作ってみたのとローソンのコラボ商品を食べてみました。はい、
どうだった？味は、うん、まあまあ、ね、まあまあだね。けど、その人たちと同じことをするのが楽しい。うん、楽しかった。ローソンのコラボ商品、これで全部じゃなくて、本当にこれと、これも似たようなのがあるのかな？チャーハンとサラダがあるっぽいんだけど、うん、ちょっと人気で売ってなかった。ね。だからローソンで食べるといいね。そうだ。ローソンのやつ買った方がいいんだ。はい。皆さんもまだ天気の子見に行ってない人はめっちゃ面白かったんで、見に行ってみてください。うん。それでは今日はこの辺で、めでたしめでたし。